原因と結果の法則。2、思いと環境。自分の心をしっかりと管理し、人格の向上に努めている人たちは、環境は思いから生まれるものであるということを熟知しています。人間の心は庭のようなものです。それは知的に耕されることもあれば、野放しにされることもありますが、そこからはどちらの場合にも必ず何かが生えてきます。もしあなたが自分の庭に美しい草花の種をまかなかったなら、そこにはやがて雑草の種が無数に舞い落ち、雑草のみが生い茂ることになります。優れた園芸家は庭を耕し、雑草を取り除き、美しい草花の種をまき、それを育み続けます。同様に、私たちも、もし素晴らしい人生を生きたいのなら、自分の心の庭を掘り起こし、そこから不純な誤った思いを一掃し、その後に清らかな正しい思いを植え付け、それを育み続けなくてはなりません。もしあなたがその作業を続けたならば、やがて必ず自分は自分の心の園芸主人であり、自分の人生の総責任者であるという事実に気づくことになります。自分の人格、環境および運命の形成に自分の思いがどのような影響を与えているのかを、日を追うごとにより明確に理解していくことになるでしょう。思いと人格は一つです。そして人格は環境を通じてそれ自身を表現しています。よって私たちの環境は私たちの内側の状態と常に調和しています。ただしそれは私たちの環境を構成しているさまざまな状況はどれもが皆それぞれにその時点における私たちの全人格の現れであるという意味ではありません。そうではなく、私たちの環境を構成しているさまざまな状況はどれもが皆それぞれに私たちの人格を構成する特定の重要な要素の現れであるという意味です。そしてそれらの状況のすべてが私たちのその時点以降の進歩にとって決定的な重要なものなのです。私たち人間は私たちを存在させている法則でもある原因と結果の法則に従い常にいるべき場所にいます。私たちが自分の人格の中に組み込んできた思いの数々が私たちをここに運んできたのです。よって人生には偶然という要素は全く存在しません。私たちの人生を構成しているあらゆる要素が決して誤ることを知らない法則が正確に機能した結果なのです。環境に不満を感じていようと満足していようと同じことです。私たちは進歩し進化する生き物であり、どんな時にも自分が学び成長を遂げるために最適な場所にいます。そしてもし私たちがある環境で必要な学習を積んだならば、その環境は間もなく次の新しい環境にとって変わられることになります。私たちは自分を環境の産物だと信じている限り、環境によって打ちのめされる運命にあります。しかし、自分は創造のパワーそのものであり、環境を育むための土壌と種、
心と思いを自由に管理できるということを認識したときから、自分自身の賢い主人として生きられるようになります。自分の心をしっかりと管理し、人格の向上に努めている人たちは、環境は思いから生まれ出るものであるということを熟知しています。なぜならば、すでに彼らは、環境の変化と心の状態の変化が常に連動していることに気づいているからです。人間は自分自身の人格的な欠陥を意欲的に正し、素早い、目に見えた進歩を遂げたとき、それに見合った速やかな環境の変化を体験することになります。心はそれ自身が密かに抱いているものを引き寄せます。それはそれ自身が本当に愛しているもの、あるいは恐れているものを引き寄せるのです。心は清らかな熱望の高みに至りもすれば、汚れた欲望の底にまで落ちもします。そして環境は、心がそれ自身と同種のものを受け取るための媒体です。原因と結果の法則の仕組み。心の中にまかれた、あるいはそこに落下して根付くことを許された、思いという種のすべてが、それ自身と同種のものを生み出します。それは、遅かれ早かれ行いとして花開き、やがては環境という実を結ぶことになります。良い思いは良い実を結び、悪い思いは悪い実を結びます。外側の世界である環境は、心という内側の世界に合わせて形作られます。そして、好ましい環境と好ましからざる環境の双方が、究極的にはそこに住む人間の利益に貢献します。人間は自分自身の果実の収穫人として、苦悩と喜びの双方から学ぶことができるからです。人間は心の奥底の支配的な思いに付き従い、誤った行いを続けながら、また正しい行いに努めながら、やがてはそれらの果実である自分自身の外部環境に行き着くことになります。原因と結果の法則はあらゆる場所で機能しているのです。人々が刑務所に入ったり、貧困に苦しんだりするのは、過酷な運命や環境のせいなどでは決してありません。彼らがそうなるのは、ひとえに、彼ら自身の不純な思いと利己的な願望のせいなのです。澄んだ心を持つ人間は、たとえどんな誘惑を受けようとも、決して犯罪に走ったりすることはありません。心の中で養われ、パワーを増した犯罪思考が、機会を捉えてそれ自身を外部に漏らしたとき、犯罪は発生します。環境は人間を作りません。私たちの環境は私たち自身のことを外側に漏らすのみです。気高い思いばかりを巡らしている人が邪悪な道に落ち、苦悩するなどということは決して起こりません。同様に邪悪な思いばかりを巡らしている人が気高い目標を達成して真の幸せを感じるなどということも絶対に起こりません。人間は自分の思いの主人です。よって人間は自分の人格の制作者であり、環境の設計者なのです。私たちは自分が望んでいるものではなく、自分と同種のものを引き寄せます。口先だけの綺麗事や単なる夢物語の類は、成長をことごとく阻まれますが、最も内容にある真の思いや願望は、
たとえそれが清らかなものであろうと、汚れたものであろうと、それ自身の食べ物を持ち、それによって着々と育まれます。私たちの魂さえも、誕生に際して、それと同種の肉体にやってきます。そして魂は、この世界における学習体験を一つ一つ積み重ねながら、その時点における自身の気高さ、あるいは癒しさ、と強さ、あるいは弱さの如実な投影である環境を次々と自身のもとに引き寄せます。私たちの運命を決定する神は、私たち自身の内側にいます。私たちの思いこそがそれなのです。私たちは自分自身によってのみ束縛されます。思いや行いが不運の悪魔として機能するときにです。その時それらは私たちを束縛する忌まわしい慣習たちです。しかし、それらはまた自由の天使としても機能することがあります。そして、その時それらは私たちをあらゆる束縛から解放する救済者たちです。まずは原因を改善すること。私たちが手にするものは、私たちが手にしたいと願い、祈るものではなく、私たちが公正な報酬として受け取るものです。私たちの願いや祈りは、私たちの思いや行いがそれと調和したものであるときにのみ叶えられるのです。この真実の光のもとで眺めたとき、環境と戦うとはどういうことなのでしょう。それは自分自身の内側で原因を養いながら外側の結果に戦いを挑むことに他なりません。その原因は意識的に巡らされている不純な思いかもしれませんし、無意識のうちに手にしている弱さかもしれません。そして、たとえそれが何であっても、それはそれを持つ人間の環境を改善しようとする努力を執拗に妨害し続けます。よって原因こそがまず改善されなくてはならないのです。人々の多くは環境を改善することにはとても意欲的ですが、自分自身を改善することにはひどく消極的です。彼らがいつになっても環境を改善できないでいる理由がここにあります。自分自身を改善するということは、真の意味での自己犠牲を払うということに他なりません。真の自己犠牲とは、心の中からあらゆる悪いものを取り払い、そこを良いものだけで満たそうとする作業です。自分自身を意欲的に改善しようとする人間は、明確に設定した目標の達成に決して失敗することがありません。物質的な目標を目指す時でも、知的、精神的な目標を目指す時でも、全く同じことです。たとえ富の獲得だけを目指している人間でも、その目標を達成するためには、大きな自己犠牲を払わなくてはなりません。もしあなたがバランスの取れた真に幸せな人生を手にしたいと願うなら、なおさらそうしなくてはなりません。ここに悲しいまでに貧しい男がいます。彼は自分のあらゆる環境が改善されることを願っています。しかし彼は報酬が少ないということを理由に仕事をサボること、つまり自分の雇い主を騙すことを選んでいます。彼は真の豊かさを築くための原則を何一つ理解していません。彼は貧困から這い上がるに全く値しないばかりか、怠け心、ずるい思い、卑屈な考えにふけり、
それに従って行動することで、より深刻な貧しさを自分自身に引き寄せつつあります。ここに暴飲暴食の結果として深刻な慢性病を患っている裕福な男がいます。彼は健康を取り戻すことにはとても意欲的で、そのために莫大なお金をつぎ込んでいます。しかし自分の欲望は何一つ犠牲にしようとはしていません。異常な食欲を満たしたいと願う一方で、健康も手にしたいと願っているのです。言うまでもなく、彼は健康を手にするに値しない人間です。健康に生きるための第一の原則を全く学んでいないからです。ここに自分自身の繁栄を願い、従業員に払うべき賃金を不当に削っている雇い主がいます。しかしそんな人間は全くもって繁栄するに値しません。彼は自分の会社が破産したり、信用を落としたりすると、自分がその一番の責任者であるにもかかわらず、それをすべて従業員や環境のせいにするというタイプの人間です。ここで以上の3例を紹介したのは、私たちの環境を作っているのは私たち自身であるということに加えて、私たちは良い結果に狙いを定めながらも、その結果と調和しない思いを巡らすことによって、その達成を自ら妨害し続ける傾向にあるという真実を指摘したかったからです。この傾向は放置されるとますます強まり、多様化する危険をはらんでいます。しかしそれも自分自身の心と人生内で機能している原因と結果の法則を意欲的に観察し、理解することに努めることで消滅へと向かうようになります。そしてその努力がなされるまでは、環境が私たちの魂の状態を理解するための目安となることはありえません。宇宙は常に公平です。また環境は極めて複雑です。そこには個人のさまざまな思いが深く根付いています。幸せの条件は個人によってさまざまであるという事実もあります。よって私たちの魂の総合的な状態を、私たちの人生の外面的特徴のみから他の誰かが知ることは、私たち自身は知ることができるかもしれませんが、到底不可能なことです。とても正直そうに見えるのに、貧しさに苦しんでいる人がいます。また、ひどく不正直に見えるのに、大きな富を手にしている人もいます。そこで人々は、あの人は正直すぎるからお金がたまらないんだ、あるいはあの人は不正直だからお金がたまるんだ、などということをよく口にしています。しかし、それはあまりにも表面的な判断です。その判断は、特定のことに不正直な人間はほぼあらゆる面で汚れており、特定のことに正直な人間はほぼあらゆる面で清らかであるという仮定を基盤としています。より深い知恵の光を当てたならば、その種の判断が誤りであることは誰の目にも明らかなものとなるはずです。一見不正直で裕福な人間は、一見正直で貧しい人間が持たない美徳を大量に持っているかもしれませんし、逆に後者は前者が持たない不徳を大量に持っているかもしれません。つまり彼らの双方が自分自身の
正直な思いや行いの果実である良い結果と、自身の不正直さが作り出している苦悩の双方を同時に体験している可能性が極めて高いのです。あまりにも善人すぎると苦悩が絶えないなどという迷信を受け入れることは、自分自身を改善する努力を放棄したい人にとっては好都合なことかもしれません。しかしながら、私たちは自分自身の病的な思い、悪意に満ちた思い、不純な思いをすべて撲滅し、心の中のあらゆる汚れを洗い流さない限り、人間は善人すぎると苦労するなどということを口にする権利さえ手にできません。知りもしないことをどうして口にできるでしょう。しかし、もしあなたがその思考の峰を目指し続けたならば、その過程で峰に至る遥か以前の段階で、自分の心と人生内で機能している法則は完璧に公正であり、それが悪に対して善で報いたり、善に対して悪で報いたりすることは絶対にありえないということを知るでしょう。この知識を手にした人間は、続いて自分のそれまでの無知と盲目を振り返りつつ、自分のそれまでの人生が常に正当な秩序によって形作られてきたことに気づくことになります。その時、人間はとても自然に自分の過去の体験のすべてが、たとえ良いものであれ悪いものであれ、自分の進歩しつつある、しかし未熟な自己を如実に投影するものに他ならなかったことを知るでしょう。良い思いや行いは決して悪い結果を発生させませんし、悪い思いや行いは決して良い結果を発生させません。これはトウモロコシからは、トウモロコシ以外のものは決して成長しないこと、あるいはイラクサからは、イラクサ以外のものは決して成長しないことと同じくらい明らかなことです。この法則が自然界の中で機能していることは誰もが知っています。でも、それが個人の人生の中でも全く同じように機能しているという事実を認識している人はとても少数です。そして、そのためにほとんどの人たちはそれと協調して生きていません。苦悩は常に何らかの方面の誤った思いの結果です。苦悩はそれを体験している個人が自分を存在させている法則との調和に失敗していることの明確なサインです。苦悩の最大の、そしておそらく唯一の役割は、無益で不純なあらゆるものを浄化すること、あるいは焼き払うことです。完璧に清らかな人間には苦悩は決して訪れません。ドロス、金属を溶かしたときに溶灯表面に浮上する金属酸化物を取り除いた後で金を火にかけることに何の意味があるでしょう。完璧に浄化され高められたものが苦悩を体験する必要などどこにもないのです。私たちに苦悩をもたらす環境は、私たち自身の精神的混乱の結果です。私たちに喜びをもたらす環境は、私たち自身の精神的調和の結果です。喜びは正しい思いの結果であり、苦悩は誤った思いの結果なのです。私たちは苦悩を体験しながら富を手にすることもできますし、喜びを体験しながら貧しくなることもできます。喜びと富は、
富が正しく入手され、賢く用いられた時にのみ一つになります。そして貧しい人たちは、自分の人生を不公平な重荷として捉えた時、より深い苦悩の中へと落ち込んでいきます。極端な貧しさと貧欲さは、不幸せの二つの極致です。それらは等しく不自然であり、どちらも精神的混乱の結果です。人間は幸せ、健康、およびある程度の豊かさを手にできない限り、人間としての機能を決して十分には果たせません。幸せ、健康、豊かさは、内側と外側、すなわち心と環境との争いのない平和な間柄の結果です。私たちは愚痴を言ったり、罵ったりすることをやめ、自分の人生を調整している隠れた正義の存在を認識し、それに自分の心を従わせ始めた時から、真の人間として生き始めます。その時から私たちは自分の環境の悪さを他の人たちのせいにするのをやめ、強く気高い思いを巡らすことに努めつつ、自分自身を強化し始めます。環境と戦うことをやめ、それを自分のより急速な進歩のために、また自分の隠れた能力や可能性を発見するための場所として有効に利用し始めます。宇宙の秩序を知りましょう。この宇宙を動かしているのは混乱ではなく秩序です。その一部である私たちの人生や社会を根底で支配しているのも同じ秩序であり、それは不正義や不公平さではなく、正義と公平さの上に成り立っているのです。人間は自分自身を正すことによって、初めて宇宙の正義と公平さを知ることができます。その過程で人間は、周囲の人たちや状況に対する自分自身の姿勢を改めると、自分に対するそれらの姿勢もまた、速やかに改まるものであることを身をもって知ることになります。この真実を立証することは誰にでもできます。これは自分の心と環境の動きを謙虚に根気強く観察し、分析することによって誰もが容易に認識できることなのです。自分が巡らす思いの内容を急激に変化させたとき、まずほとんどの人が人生内の物理的な状況の急激な変化を体験して驚くことになります。私たちの多くは自分が密かに巡らし続けている思いを隠し通せるものだと信じ込んでいます。しかしながら、そんなことは到底不可能なことです。それはまず生き方として、続いて環境として、その姿を明確に表すことになるからです。動物的な思いは、自制の効かない肉欲的な生き方として、続いて貧しさや病気に満ちた環境として姿を現します。あらゆる種類の汚れた思いが、活力を欠いた混乱した生き方として、続いて苦難に満ちた不愉快な環境として姿を現します。恐怖や疑いに満ちた思いは、優柔不断で臆病な生き方として、続いて失敗や困難に満ちた環境として姿を現します。怠け心は不潔で不正直な生き方として、続いて汚れた貧しい環境として姿を現します。敵意に満ちた
意地悪な思いは、常に他人を非難する生き方として、続いて不安と恐怖に満ちた環境として姿を現します。あらゆる利己的な思いが身勝手な生き方として、続いて敵ばかりのいる環境として姿を現します。一方、気高い思いは、自制の効いた穏やかな生き方として、続いて平和にあふれた静かな環境として姿を現します。清らかな思いは、そのすべてが慈愛と思いやりに満ちた生き方として、続いて明るい快適な環境として姿を現します。勇気と信念に満ちた思いは、速やかに決断し、行動する生き方として、続いて自由と成功と豊かさに満ちた環境として姿を現します。活気にあふれた思いは、前向きで積極的な生き方として、続いて喜びに満ちあふれた環境として姿を現します。好意的で寛容な思いは、優しさにあふれた生き方として、続いて安全と安心に満ちた環境として姿を現します。愛に満ちた思いは、人々に奉仕する生き方として、続いて永続的な繁栄と真の富に満ちた環境として姿を現します。あなたの環境は、あなたの心を映す万華鏡です。心の中で繰り返し巡らされる思いは、たとえ良いものでも悪いものでも、人格と環境内でそれ自身の結果を発生させることに、決して失敗することがないのです。私たちは自分の環境を直接はコントロールできないかもしれません。でも、自分の思いは完璧にコントロールできます。よって、私たちは間接的に、しかし明らかに自分の環境をコントロールすることができます。宇宙は私たちが巡らす思いの具現化を常に援助してくれています。私たちが良い思いを巡らそうと、悪い思いを巡らそうと、それを最も速やかに具現化させるための好機の数々が、私たちの前に休みなく現れ続けているのです。もし私たちが意地悪な思いを捨て去ったなら、その時から世界中が私たちに優しく接し、私たちを援助しようとし始めることになります。もし私たちが病的で弱々しい思いを放棄したならば、私たちの強い決意を援助すべく、あらゆる好機が湧き上がってくるでしょう。もし私たちが正しい思いのみを巡らし続けたならば、たとえいかなる不運であっても、私たちに悲しみや恥ずかしめを与えることはできなくなります。あなたの環境は、あなた自身の心を映す万華鏡です。その鏡の中で刻一刻と変化する多様な色彩のコンビネーションは、動くことをやめないあなたの思いの数々が絶妙に投影されたものに他ならないのです。